はい、今日はファスティングのお悩み相談っていうところをちょっと入れていこうと思います。今サポートしていたださせていただいている方からご質問いただきましたので、それについてですね、お答えしていかないといけないので、それについての動画です。ファスティングをご検討されている方とかもこれを見ていただくと、いろんなことが分かってくるんじゃないかなと思いますので、ご興味のある方はご覧ください。はい、ファスティングのお悩み相談ということで、まずですね、一つ、ちょっと頭痛がたまに出てきて、それが少し不安ですっていうお話を、ファスティングの1日目ですね、教えていただきましたが、まず頭痛に関しては、これはご説明してると思いますが、血糖値の問題、血糖値が急に、少なくなって、低血糖の状態になってくると頭痛っていうことが起こってきちゃいます。なので、この酵素ドリンクを、頭痛が起きてきたら酵素ドリンクをまず、とりあえず一口飲むと、それがまず一番手っ取り早いのと、あとは頭痛の理由としては、塩分が足りないっていうことも考えられていきますので、塩分としてお塩を舐めてあげるとか、梅干しぐらいだったら食べてもギリギリ大丈夫かなと思いますので、できるだけ天然の梅干しとかっていうのを、もう頭痛がひどくて我慢できなさそうであれば取っていただくと、水分も取れていきます。水分じゃないですね、塩分もちゃんと取れていきますので、すごく頭痛には効果的かなと思います。それぐらいなら OK です。まあ1日1粒2粒ぐらいまでにしといてください。5粒も10粒も食べちゃダメです。はい。ただそれで結構解決していくと思いますので、そこだけ押さえておいていただければと思います。2つ目、水分についてのご質問ですね。そんなにお水を2リットルぐらい取れるかどうか不安ですっていうお話も、されていたんですけれども、お水は決して無理のないように、ない範囲で取ってもらえれば OK です。水分逆に頑張って頑張ってですね、自分の許容量、キャパシティより多く取りすぎてしまうと、それによってですね、頭痛が起きてきたりする場合も中にはあります。なので、喉が渇いてるなっていうことと、あとはですね、最低限1リットル半、1.5リットルぐらいは飲めると、デトックス効果が高まっていくので、そういう意味でスープを取っていくのは効果的ですけれども、全然喉が渇いてないのに無理して頑張りすぎてしまうと、それが頭痛のもとになってしまう場合も中にあるので、それは自分のお体と相談しながら、飲んでいただくと OK かなと思います。あと最後、ドリンクの飲み方です。ドリンクの飲み方ですね、すっごい冷たいものとか、すっごい熱い熱湯とかで割るのはいいですかっていうお話と、ご質問いただきましたが、これ熱すぎると、あんまり体にはよ、体っていうか中の成分がちょっと崩れちゃったりする場合があるので、せめてぬるま湯ぐらいにしてください。で、冷たすぎるお水ですね。それは内臓を冷やしてしまうので、純粋に、できるだけ一番理想的なのはぬるめのお水。私はだいたいいつもぬるま湯ぐらいで、希釈して飲んでいます。はい、そうすると飲みやすかったりするんですね、僕の場合は。すごく冷たいお水だったら、何でしょうね、味が、僕は何でしょう、そこまで大好きってわけじゃないので 飲みにくい部分も中にはあるんですけども、この、飲み方もちょっと注意してください。お水で割って持ち運ぶのは全然 OK です。水筒とかに入れると味がとか匂いが移っちゃったりするので、できれば使い捨てのペットボトルとかに、その日の当日の分、何杯か測ってですね、入れて、例えば半日とか1日ぐらい、半日ぐらい移動するのであれば、4、5杯分ぐらい入れればいいので、5杯かける、30、40か。40ml かける50とかを、先に入れてお水で割るっていうのが、効果的かなと思いますので、ぜひ、そんな形で簡単に、ファスティングっていうのを実践してみてはいかがでしょうか。はい。割と簡単に気楽に考えちゃっても大丈夫な部分もありますし、あとは、自分の体調にすごくですね、気をつけていただくこと。そしてその崩れた体調とか変化っていうのは、今までの食べ物の積み重ね
になりますので、積み重ねになります。はい、今までの食事が、例えば糖質が多すぎたのかなっていうところも分かってきたりとか、逆にタンパク質、ビタミン、ミネラル、脂質っていう部分が少なかったのかなっていうところも、このファスティングを通して、自分の体を通して理解していただくと、ファスティングをやった価値があるんじゃないかなと思いますので、ぜひそんな形でファスティングを楽しんで、トライしてみていただければと思います。またご質問あればすぐ、教えてください。こうやって動画でお答えしたりとか文章でお答えしていきますので、不安を抱えることなくファスティングをトライしてみていただければと思います。本日の動画は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。